福神チャンネル始まるよ。よはい、皆さんこんにちは。きくしんチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます、えー、本日はですね、えー、2024年3月11日になりました、えー、東日本大震災から、えー、13年かな。2011年だったからね。今たった。 でこの建物は震災以降下宿定住促進住宅っていうことで5階建て1981年に完成した建物だったんですよね1,2,3,4階まで波が来たんですねうんあそこのね堤防が海あの先が海になっています裏側ね さっきが表側海側こっちがね内陸側ですねごめんなさい風が強くてあのー、音声が全く入らないので車の中からお届けしますて3月3月11日は毎年防災について考えていただこうということでこの企画をずっとやっているわけなんですけどもまぁ、あ、今年は本当にね お正月元旦1月1日間に能登、まあ、でのねあの大きな災害があって皆さん今もねあのー、本当に皆さんご苦労されていらっしゃるということであえて今年は別にねあのやらなくてもいいかなと思ったんですがせっかくだから能登、まあ、で気が付いたことみたいなことをちょっとね こうお話できたららいいいいかかかなと思いますせっかくだからさはい、ちょっとね、音声の状態がよくないので、えー、アフレコでお伝ええします、えっとね現在、私のキャンピングカーはね能登に行っています。一応ね、4月の頭ぐらいに帰ってくる予定で、今ね、ちょっと打ち合わせをしています。でね、今回、能、ま、登、あ、に行って、すごく感じたことが、トイレ、うん、トイレが大変でした。 私たちが行ったのが1月22、23日だから震災から20日後だったんですけどやっぱトイレがね全然使えなかった。うん、でトイレが心配なせいでやっぱ水が飲めなかったりご飯が食べられなかったっていうすごいそういう印象でしたね。で女性のねあのー、メンバーの人も1人いたんですけどまあその人は特にねちょっと大変そうだったかなと思います。うん、で東日本大震災の時って すごく大変だだっっったたのは燃料が入ってこなかったんだよね車社会なのに車が使えなかったでそれに伴ってやっぱり食料なんかもさあのー、なんていうのかな物資のさあの動きが止まっちゃったせいで食料なんかもね不足していましたで東日本大震災の時トイレどうだったのかなっていうと。 うんと避難所のトイレはやっぱ大変だったんですよ。もう溢れるぐらいいっぱいでね。ただ、えっとね、民家のトイレっていうのは結構使えたなという印象です。まあ、田舎なので汲み取りっていうところも多くて、能登もまあそういうところもあるんだとは思うんですけども、まあ、水道、それから下水、まあ、浄化層とかもそうなのかな、まあ、水、トイレの問題ってすごく大事だなっていうのを今回改めて感じましたね。でもしし大都会でトイレの問題が発生したら どうううししよっって思思とととちょっと怖いなと思いなました都会だとさ人数が人数だからね一個のさマンションとかさビルにものすごい人がいるわけでしょその人たちがやっぱりみんな一斉にトイレに行きたいって思うのにトイレがなかったらどうしようっていうふうにすごくハッと思ってちょっと考えられるものことがありましたね。 でちょっとね、あのーまあのまみんなでちょっと話したりとかしたときに、そのラップ式トイレっていうやつが最近あるんだよね、ラップポンとかさ、ラップルとかで、キャンピングカー、まあ僕、キャンピングカー持ってるから、いろいろやっぱりキャンピングカーのトイレ事情っていうのが、いろいろ話があって出てくるんだけども、うん、と最近ね、そのラップ式トイレっていうのも、安いものもね、出てきています。こう 用を足したものをねこうラップでくるんで熱でこうパチッて止めるので匂いとかがそういうのが出ないやつでゴミに捨てれるよっていうことなんですけどまあちょっと電気を使う機械っていうことで電気が停電したらどうするのっていうデメリットがあるんだけども、まあ、そこら辺はねそのいつもお伝えしてる例えばポタ電とかちっちゃいもので多分動くと思うからそういうのとちょっと工夫して持っているのもありなのかなと思います。で値段がね ただそれでもやっぱり5万円くらいセットだとねまあえっと単体で3万円ぐらいからあるのかなで5万円ぐらいまであってちょっと値段が高いんだよねだからみんながみんな買えるかなって言われるとそういうわけでもない災害の時のために5万円を用意できるかっていうと意外とそれって厳しいのかなと思うんだけどもでしかもねあの1回その使用するそのラップのね値段がまだ100円ぐらいしちゃうんだだから うんとちょっと高いのねまあ使ってる人に聞くとあの1回ずつっていうか少したまってからあのラップしてるっていう人もいるみたいなんだけどもまあマンションなんかに住んでて少し例えばお金とねしまうところにね余裕があるっていう人いたらやっぱりちょっと考えてもらうのもいいかなと思いますあの家でできればやっぱり衛生的だし並ばなくていいしねその家でできる人が いればその分あの家でできない人にトイレを譲ってあげるっていうそういうあのことにもなるからね、うん、そ,うそれちょっといいかななんてもちょっと考えましたであと、ね、そう東日本大震災の時は、ね、当時は、ね、iPhone3 iPhone が、ね、出たぐらいだったんだで、うんとまあ、今みたいにさアプリのサービスも多くなくてさで携帯も電波が止まっちゃってさ全然使えなくて 情報が結構不足してたんだけど今回能登、まあ、で感じたことは結構あの何て言うのスマホ電波車みたいなのもすぐ来てくれて使えて情報を取りに行くことができるようになったっていうのはやっぱりここ十何年の進化なのかなっていうふうに思いました東日本大震災をきっかけに配備された支援の車なんかもすごくね役に立ってたと思います私がね現地で見たのはあの牛丼の車ね それが走ってまししたねねき出し用ですよ、ね、であと最近あの南三陸の方でもあの僕の仲間たちが炊き出しに行ってたんだけど何ていうのかな行政機関っていうかそういう支援団体自体がその炊き出しはどこでもできるような、えー、キッチンカーをあの持ってて全国で災害が起きた時にあの行くっていうふうに準備してるっていうところもありましたそういうところはやっぱりここ何年かで進化したところでもあるのかなうん。 そういういいに思います私もね震災のあった瞬間もうね絶望しかなかったのをすごく覚えています今のようにね笑って過ごせる日が来るなんてその時は全然思えなかったでも全国それから世界中の皆さんから温かい支援をいただきました でね、家の再建費用とかのお金もね結構たくさんいただきましたいろんなところから皆さんからの、ね、こう義援金が、ま、ちょっと正確にわからないんだけど皆さんから頂い,いた義援金とかがこういうふうな分配される形になっているっていうふうに聞いたことがあります、うん、ちょっと無責任な言い方ですごく申し訳ないんですけど家がなくなったり仕事がなくなったりちょっと今は。 未来が見えない方もね多いのかなと思うんですけどその金銭店面あごめんなさい金銭面を含めてそういう面で諦めないでほしいと思います結構あのー、復興に対しての少し予算もついたりとかしますいろいろねお金がこう大きく動くことがあるので諦めないでいてほしいと思っています。の震災当時もう 悲しくてね辛い思い出しかなかったんですけどもそれから13年今となっては本当にねあの当時の皆さんの温かい支援のね思い出の方が今は勝っている状況です本当に感謝していますで、能登はね毎年行ってるからすごくわかるんですけどやっぱ田舎なんですよ、うん、だから復興は簡単なことではないし元の状態に戻るにはすごい時間もかかると思います 実際、三陸もそうですからね、震災から13年経ったんだけど、いまだに復興した、完了したとはなかなか言えない状況でもあるっていうのが現実なんです。うんまあ、そんな中ね、ね今後、復興への長い道のりの中で、歩んできた道の中で経験したことなんかがね、さらにお役に立てることがあればと思っております。今日は年3月11日は年月災害のお話をさせていいたただきましたいつ どこで起きるかわからない震災について考えていただく機会になればいいなと思って毎年やっておりますまあ、震災,災害の備えもそうですし大切な人家族との時間そういうものをね大切に毎日1日1日をね大事に過ごしていただけると嬉しいです